内容はトゥルー、あなたを信じる巷に転がるスカイチャンネル、どうもアンバサダーのトエです。人々が次々と死んでいく、あるその名も名探偵コナンというわけなんですけども、今日はコナンのお話をする前に皆さん何か違和感を覚えないでしょうか。そう、今日は木曜日、本来ならポケモンをやるはずだった。しかしなぜポケモンをやっていないのか。それはなんとトエポケモンチャンネル始めました。はい、みんなね、意外すぎる人物と僕ポケモンチャンネル始めたんで、ぜひね概要欄から飛んでみてください。トエサと同じ7時更新でやっております。そっちでもね、都市伝説とかまとめとかどんどん話していくんで、よろしくお願いします。そしてソードシールド楽しんでいきましょう。はい、というわけで今日はコナン回です。アムロとオールは死ぬ運命にある。はい、というわけで今日は大人気キャラアムロトールについて触れていこうと思うんですけども、このアムロトール、なんと死亡説が流れております。昨年の映画名探偵コナンゼロの執行人では、映画の興行収入が100億円を突破するというとんでもないヒットの立役者になったのがこのアムロトールなんです。まあ、SNS、特に Twitter ではね、アムロを100億の男にしようというファンたちの自発的な盛り上がりから、ついに100億を突破したというね、もうそれだけでも都市伝説のような一大ムーブメントを起こしてました。周りの女性たちも何回執行されたかを競うように見に行ったので、まあ、よく覚えていますね。そもそもアムロトールとはどういう人物なのか知らない方のために説明すると、毛利小五郎の一番弟子。はい、なんとあの小五郎おじさんにね、一番弟子ができました。それがアムロトールなんですけども、まあね、どういう人物かというと、毛利探偵事務所の下にある喫茶店ポアロでアルバイトをしている私立探偵、29歳独身で、女性にモテモテ、洞察力や観察力、情報収集力など探偵としてのあらゆる能力に長けた切れ者で、探偵としての能力は圧倒的に小五郎を超えている。ではそんな彼がなぜ小五郎のもとで修行しているのか、そこにはある理由があるんです。黒の組織バーボン。そう、実は彼の裏の顔は黒の組織のメンバーなんです。コードネームはバーボン。ではなぜ黒の組織が小五郎のもとにいるのかというと、バーボンにはある任務が言い渡されております。それは組織から脱出したシェリーの行方を追うということ。ある事件をきっかけに小五郎に接近し、以後小五郎らに協力的な姿勢を見せながらシェリーの行方を探っています。さらに彼はまだ別の顔があります。公安警察官古谷霊、これが彼の本名なんです。そう、黒の組織に潜り込んだ警察のスパイなんです。まあ、ちなみにこのね、警察学校編は人気すぎてサンデーでね、特別に連載なども始まったようです。で、ちなみにこの古谷霊という名前、担当声優の古谷徹と彼が声優をしていたガンダムのアムロレイから来ています。潜入時の名前アムロもここから来ているそうです。では彼になぜ死亡説が流れたかと言いますと、コナンの作者が直々にもうすぐ人気キャラがさよならしますと言ったのです。まあ、いつの世界もやはり原作者の言葉というのは重いですね。ワンピースの小田先生しかり、コナンの青山先生しかり、やはり発言一つでかなり世間が騒ぎます。まあ、それもそのはず、その候補として上がった人気キャラというのがこのアムロトールこと古谷霊だったんです。それでは古谷霊の死亡説の裏取りについて始めていこうと思います。アムロには多数の死亡フラグが立っております。青山先生もね、先ほど言ったようにもうすぐとても人気のある重要なキャラがさよならします、悲しましてごめんねと言っております。でもこれがなぜアムロトールに白羽の矢が立ったかというと、まず一つ目の根拠、黒の組織のコードネームの法則。今のところ黒の組織のコードネームで麦が入っているものは 100% 生存、麦以外は 100% 死亡。まあ、これお酒なんでね、その麦が配合されているものは大丈夫だよと。で、混在、麦と断定できないものは死亡組に入っております。今回のコードネームはバーボン、これは麦ではなくトウモロコシが原材料になるので、アムロは危ないんじゃないかと言われております。根拠2、バーボンが工藤新一の情報を
ラムの命令で探っているため。はい、ラムというのは黒の組織のナンバー2なんですけども、やはり黒の組織のナンバー2となるとね、まあ、失敗したら、殺してしまうのではないでしょうか。それでは今日3つ目。バーボンが死ぬと、ベルモットの秘密がリークされることになっているから、どういうことかというと、アムロトールはベルモットに僕の消息が絶たれた場合、あなたの秘密は組織内にリークされるはずになっていると、というふうに忠告しています。そのままの意味で、バーボンとベルモットのやりとりからこれは判明しました。この僕が死んだ場合、僕の状況がわからなくなった場合というのは、自分の心音、脈拍などを利用して、それが途絶えた時に組織に暗号が伝わるのではということと言われております。で、これはコナンの42巻で、コナンがベルモットを追い詰めた時、自分の心臓の音を利用して、電話番号を掴もうとしたことなどがあったので、かなり可能性としては高いんじゃないでしょうか。でですね、これをちょっと、まあ、ちょっとぶっ飛んだ説にはなるんですが、アムロトールがまだ知らない亡き友、スコッチの死のきっかけが自分の足跡だと知り、ショックすぎて死んでしまうのではとも言われたりもしております。でですね、アムロトール、バーボンは死ぬが、古谷霊は生きている。よくある展開かもしれませんが、表面上のトリプルフェイスの2つは死んで1人が生き残る。まあトリプルフェイスね、アムロリも実質3役を演じてるようなもんなんで、その2役が死ぬんじゃないか、それ実際にいなくなることになって、古谷霊としては生き残るんじゃないかというのが、まあ一番有力と言われております。でですね、これはまあただ赤井秀一というね人物がもうすでに使った手でもあるので同じことするのかなっていうのはちょっと思いますね。で、これさよならするというのは実は死ぬんじゃなくて記憶喪失になるということも言われております。まあね、今言ったようにかなりねいろんな、まあ、説が言われておりますが、まあこのままだとアムロトールはまあいなくなってしまうんじゃないのかとは言われております。まあただね、これ死亡フラッグが立ってると言っても、ここ最近のアムロ人気はすごく、やはりこれ死んでしまうとね、もうかなりの作品の売り上げや、ファン離れにつながりかねないと。これね、ワンピースのエースがね、お亡くなりになった時と同じですよ。それぐらいとんでもない影響力を持ってるので、まあ大人の事情もあってなかなか死なせることはできないんじゃないのかっていうのが正直なところではないでしょうか。最後に名探偵コナンのブラックプラスという黒ずくめの組織の秘密丸わかりの本が発売されたのですが、その中で読者の方が作者へ質問しております。バーボンは知りませんよね、原作の青山先生。え、なんで笑いと濁されていることから、今後の展開を先生もちょっと決めかねている様子に感じます。皆さんはどう思われますか。僕的にはね、やはりサンデーでわざわざ別のショーまで立ち上げたというのは、本編ではもう出番がなくなってもそのファン離れを起こさないためにそういう作戦を立ったんじゃないのかなともちょっと思ったりもしております。本日の鳥肌スコアは0。レイヤーな。本日の鳥肌ポイントは、一人三役も演じとったらなかなか大変ですね。僕も今日から声ちゃん、小安田、なぎとやポケモンですね、3つのチャンネルをやるんですけど、トエッキートエの休日サブチャンもありましたね、4つです。大変。はい、というわけで本日の動画よっしゃ、ぜひ高評価お願いします。高評価が多ければコナン死亡説についてもお話ししようと思います。他にもよく出てる噂として、ベルモットが死んでしまうというものもあるので、気になる人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、でね、これ木曜日これからじゃあコナン会とか普通の会やるのかっつったらそうじゃありません。来週からまた木曜日にポケモン会をやっていきます。でね、新しいチャンネルは何をやっていくかっていうと、ポケモン会で毎週木曜日やってるんですけども、やっぱりね、その怖くない感じで聞きたいとか、もっとだから他のポケモン界を増やしてくださいみたいな意見があったんで、そういった内容はね、新しいそのなぎとやチャンネルというチャンネルでやっていこうと思います。で、今回ねソードシールドも明日から発売なんで、そちらの攻略とかプレイ動画とかも上げたりとか、ポケモンカードについてもやっていこうと思うので、ぜひポケモンの方のチャンネルも見てくださーい。それでは See you